皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平、30、ラ19日、マイアミで行われたマーリンズ戦でメジャー史上初の50本塁打、50盗塁に到達した。前日まで今季の本塁打数を48、盗塁数を49としていた大谷は新たな偉業を成し遂げた。大谷は8月23日のレーズ戦で、 メジャー史上6人目の40本塁打40投塁を達成。出場126試合での達成は、2006年にナショナルズのソリアーノがマークした147試合を大幅に更新する最速記録だった。近年で40の40、ワサクキニア・クーニャ、ブレーブスが41本塁打73投塁をマークしている。大谷はその後も着実に記録を伸ばし、 9月11日には大リーグで自身シーズン最多となる47号、17日には48号でアジア出身選手では単独最多となるメジャー通算219本塁打を放った。投塁数はエンゼルス時代の21年にマークした26投塁が自己最多ですでに大幅に上回っていた。大谷は岩手県出身で 花巻東高から12年にプロ野球のドラフト1位指名を受け、日本ハム入り。投手と打者の二刀流で活躍し、16年にはパ・リーグ最優秀選手、MVP に輝いた。17年オフにはポスティングシステムで米大リーグエンゼルスに移籍。21年には投手で9勝、打者で46本塁打を放つなどしてア・リーグ MVP に選ばれた。 23年は44本塁打で日本選手初の本塁打王となり、2度目の MVP を獲得していた。一方、23年オフにはドジャースに移籍。昨年9月に右ひじの手術を受けており、移籍1年目は打者に専念し、前人未到の記録に到達した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。